はじめまして、犬神コロネと申します。コロネは都会のパン屋さんにいるバーチャル犬人間です。ホロライブゲーマーズっていうところにも属していて、いつもはゲームをしたりしています。で、実はちょっとね、コロネ最近ゲームばっかりしていて、犬っぽいことを全然していないから、自分が人間なのか犬なのかわからなくなってきています。だから今日は野生に戻れる可能性があるというレイクウッズガーデンを紹介したいと思います。イエーイ。レイクウッズガーデンは綺麗なお花と犬が作る癒しの空間です。広い空と広大な大地が特徴のテーマパークで、犬と一緒に来ることもできるほか、犬を飼ってない人も犬と触れ合うこともできる千葉県が誇る犬にとってのパラダイスなんです。楽しみー。ワンワン。はい、ということでお花がたくさんあるというローリスガーデンに来ました。中に入るとお花がいっぱい咲いてるみたい、なんか変な壺みたいのもあるね。ローリスガーデン、ちゃんと標識もある。お、すごい咲いてる。ほえー、うんうん。でもなんかあれだね、お花がいっぱいっていうよりはなんか緑の方が多い気がするね。ちょっとうん、なんかトマトサラダですって持ってこられて、ほうれん草の方が割合が多いみたいな感じだけど、でも緑が多いことはすごい素晴らしいことだから、ここなんか空気が美味しそうだね。うん、緑がいっぱいっていい、鮮やかだね。緑がすごい鮮やかだね。あ、気づいたよ、コロネ。緑を多くすることによって、この花の鮮やかさを際立たせているのかもしれない。ね、そういうところなのかもしれない。さすがだな、ここ作った人。あー、ドッグランだ。ちょっとなんか想像していたドッグランとはちょっと違って、なんか公園みたいだね。コロネが思うドッグランは、なんかなんだろう、もう、ドーンみたいな、東京ドームみたいな、何もないよーみたいな感じのところだったから、なんか結構ね、公園みたいになってて、うん、飼い主さんとワンちゃんが結構楽しく遊びそうな感じがしますね。やっぱり緑がいいねー。うん、ワンワン。あー、こんにちは。お散歩中ですか？あ、ごめんね。すごいカメラ目線だね。あ、ごめんね。気になるよね。お散歩の邪魔してごめんね。すごい見られてしまった。わー。ふれあい広場だって。あ、なんか、人影が見えますね。中に人がいそう。こんにちは。オーストラリアンラブラドゥードゥール、ドゥードゥル。おー、すっごいワンちゃんいる。おいおいおい。お、お、お、どうしたんどうしたんよ。かわいいね。すごい、なんかみんなモフモフしてるね。うん、テディベアみたいな感じでかわいいね。あ、おっきいワンちゃんもいる。ねえ、すごいかわいい。なんか、みんなおとなしくていい子たちだね。かわいい。コロネはどっちになるべきか。ま、でも、コロネは、多分ワンちゃん側だと思っている。うん。自分ではそう自負している。うん。コロネは犬だ。今日は楽しかったな。そうだ、みんなにお土産買って帰ろうかな。うん。お？あ、ここワンちゃんは入れないみたいです。でも、コロネは犬人間だから、今日は入れます。あ、なんか、
だって美味しそう。お邪魔します。コロネは入って大丈夫。あ、すごい、ワンちゃんの遊び道具とかも売ってる。へえ、なんかジャーキーとかも売ってる。あ、すごい、ぬいぐるみも売ってる。かわいい。ワンワン、なんかワンちゃんばっかりで嬉しくなってきたけど、もうこんな時間なので今日はもう帰らなければなりません。あー、楽しかった。また来たいな。ということで、一日思いっきり遊び倒せるレイグッズガーデンでした。